お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください。と書いてありました。これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しいうちだ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどーっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして、互いに寄り添って、戸をガタンと開けて、次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと、二人とも思ったのでした。戸の内側に、